こんにちは、ジョージ石原です。またまた風邪で体調を壊してしまい、1週間ほど動画投稿できませんでした。すいませんでした。今回はですね、こちらでございます。もうだいぶ前に買ってたんですけどね、だいぶ前っていうか、こちらはあの2週間ぐらいかな、2、3週間前に買ってたやつなんですけど、ミニプラの列車合体、超特急号レインボークリアスペシャル、こちらの方を作ってみたいと思います。ですね、実はこれあの超特急号に、なるみたいなんですけど、で、私は別にこの超特急号に、こちらですかね、超特急号にですねもうしたいわけではないんですね。実はこのディーゼル王が私結構好きなんで、これをですね作りたかったんですよ。なのでディーゼル列車の、A と B、 そして、カーキャリア列車と、タンク列車、こちらの4台を揃えれば、ディーゼル王になるみたいなんです。なので4つ買ってまいりました。2つずつ、前編後編に分けて、作ってみたいと思います。では、とりあえずこちらの方ですね、カーキャリア列車とタンク列車、これですね、カーキャリア列車とタンク列車、とりあえずこの2つを作ってみようと思います。はい、ではまずこのカーキャリア列車の方から作っていきます。今回は iOS8 のカメラアプリのタイムラプスで撮影しました。だいたい組み立てるのに20分ぐらいかかりました。意外にシールが細かかったので時間がかかってしまいましたが、結構楽しかったです。一つ気になったのはクリアパーツってどうも見にくいせいか組み立てにくかったですね。はい、では続きましてこのタンク列車を組み立ててみたいと思います。タンク列車はカーキャリア列車に比べ部品点数も少なく組み立てやすかったです。こちらもちょっと気になったんですが、シールがキラキラ光っていたせいか少しシール貼りにくかったですね。やっぱりクリアパーツより普通の色の方が組み立てやすいのかもしれません。はい、そうこう言ってる間に完成しました。はい、タンク列車とカーキャリア列車、完成しました。どうですかね、結構ピカピカでかっこいいですよね。シールもね相当ピカピカなんですよね。これあとこれ思ったっていうかこれひょっとしたら私の持ってるですねこのサファリ顔にもつくんじゃないかなって思うんですよね。この特急王に多分あの合体させるこの部分なんですけど、これよく考えたらですねサファリ顔にも同じ穴開いてるんで、これはこれつけれるんじゃないですかこれどうすかこれ、あいやどうすかこれ結構かっこいいっすよね。つけれますね、ちゃんとサファリ側にも。いやーかっこいいっすねこれいいですよ、これはありですね。あとこちらのカーキャリア列車なんですけど、まあ、ここをなんか動くようになってますね。ただここについてるあの車なんですけど、これはもう固定されてて動きません。結構特急じゃってなんか来年ですかね、終わるの2月ぐらいなんかなんか言われてるみたいですけど、だいぶもうおもちゃも値段下がってきてると思うんで、買われてない方はこういうの狙い目かもしれませんね。これも値下げしてました。で税込みで250円1つ、
なんで4つ揃えて1000円なんですよね。多分、出た当初は300円プラス消費税だったと思うんで、だいぶお買い得感出てきたんで、よかったら皆さんどうですかね。この残りは次回、組み立てようと思います。今回はこのタンク列車と、カーキャリア列車でした。いかがだったでしょうか。もしよろしかったらね、チャンネル登録の方ぜひともお願いします。こちらですかね。今回こちらで合ってるかな。こちらに登録というボタンたまると思いますんでね、パソコンの方はこちらから、お願いします。スマートフォン、タブレットの方はね、動画下の、登録ボタンからチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。